はあ、今日も寒いな。この島は天候や気候が不安定よね。砂漠があると思いきや、まだ雪に覆われてる地域があるんだもの。不思議よね。進むのよ、ジョーンズ。めかけて全速前進。スローン博士、目の前に民間人がいます。緊急停止します。このまま進みなさい。今はジョーンズ捕獲が最優先。しかし、うるさい。今はゼロビルドだから、草むらに隠れて回復しないとね。え、この音は戦車でも魔改造されたバトルバスでもないわ。逃げないと。へいへいへい。なんとかギリギリ避けれたみたい。でもなんか動きづらい。あれ？私の足は？さっきのモグリンに巻き込まれたの？ストームも迫ってきてる。誰か助けて。だんだん意識が薄れていく。寒いよ。その後、その女子高生を見た人はいないそうだにゃ。これが都市伝説のもう一つのテケテケの噂にゃ。その名もテケテケ 2.0。 テケテケ 2.0？ あのテケテケがバージョンアップしたってこと？昔私たちが成仏させたテケテケとは全くの別人なの？にゃ、僕も詳しいことは全く分かってないにゃ。何より情報が全くないのにゃ。テケテケの都市伝説を聞いた人のもとに3日以内に現れると言われて、その人の足を求めて時速150キロで追ってくるって言うけど、 2.0 はもっとすごいんじゃないの？にゃ、前は僕のキャティコーナーにある足をテケテケに渡してなんとか助かったけど、この島にはキャティコーナーがないのにゃ。おまけにジュールズもいないこの世界に、あんな精巧な機械の足を作れる資金は残念ながらいないのにゃ。いるでしょ、高い技術力を持った組織が。そしてこの事件の元凶にもなった人物がね。いや、クリエイターサポートはホラムビ。なるほど、 IO ならモグリン以外にも飛空艇や戦車の製造、おまけに建築をも消し去る装置を作ってたにゃ。ワンちゃんいけそうだにゃ。何よワンちゃんって、キッドは猫なのよ。ワンちゃんなんて言葉使わないで。ワンちゃんだからって犬って意味じゃないにゃ。ピンクマは時代に取り残されてるにゃ。キッチンの前で何を騒いでるのかしら。ゲゲ、スローン博士。誰かと思ったら可愛い猫ちゃんとピンクのクマちゃんね。ワンちゃんワンちゃんって、私のワンちゃんについて何か知ってるのかしら。私の忠実なる番犬グンナーについて。どういうことにゃ。ここじゃ話せない機密事項よ。中に入ってから話すわ。検索はホラムビ。実はグンナーが行方不明なの。え？いつものことじゃない？ボスが行方不明なんてことが知れたら、
プレイヤーがパニックになるにゃ。監視カメラを見てちょうだい。当時の様子よ。何かに怯えてるにゃ。あ、逃げた。ここだとばかりに新アクションを使ってる。問題はここからよ。早いにゃ。何かが猛スピードで移動してるにゃ。あ、映像が途切れた。この後、グンナーが消えたの。あなたたち、何か知らない？この高速移動、ワンちゃん、テケテケ 2.0 の可能性があるわ。テケテケ 2.0？ 私をからかってるのか。スローン博士がモグリンで引いた女子高生にゃ。その恨みによってグンナーが狙われたのにゃ。このままじゃスローン博士が危険にゃ。今からでも遅くないにゃ。その女子高生を供養するのにゃ。そうよ、今キッドがフラグを立てたからね。間違いなく次はスローン博士が狙われるわ。あの民間人が？我々の軍事力を知っているだろう。そんな都市伝説の怪異など技術や科学で解明できる。なるほど、原因が分かった。お前たちはもう用済みだ。何せ機密事項を知ってしまったのだからな。このスローンが生きて返すとでも思ったか。卑怯者、裏切り者。やばいことになったにゃ。にゃ？あれは何のことだ？大変にゃ。テケテケ 2.0 が現れたにゃ。スローン博士、逃げた方がいいにゃ。きっと、そんなやつほっときなよ。私たちも今のうちにスローンから逃げないと。飛んで火にいる夏の虫とはこのことだ。あまり我々を舐めるなよ。来い、テケテケ 2.0 よ。まさかスローン博士、デケデケ 2.0 と共に自爆したの？いや、あれはスローン博士の分身だったにゃ。それじゃあ本物のスローン博士は今もどこかで無傷のまま、デケデケ 2.0 だけ。都市伝説の怪異はそんなやわじゃないにゃ。僕らもデケデケ 2.0 を見てしまったんだにゃ。もしかするとデケデケのように3日以内に襲ってくるかもしれないにゃ。そんな、それじゃあまた成仏させてあげないとってこと？一体どうすればいいにゃ。あれから3日経ったにゃ。ピンクマは大丈夫かにゃ。あのスキンは、やっぱり怖いなぁ。ホラムビがこの BGM 使うってことは絶対来るってことじゃん。今のうちにダッシュのボタン配置を確認しなきゃね。足が欲しい、足が欲しい、足を越せ。いやぁ、出た！やっぱり襲ってきた！これも全てスローンのせいよ。ということは、
あの時爆発に巻き込まれたのってテケテケ 2.0 の分身だったのかな。電話の着信、こんな時に一体誰が。もしもし、ピンクマカニャ、大丈夫にゃか。大丈夫じゃないわ、今まさにテケテケ 2.0 に追われてるところよ。なったらよかったにゃ、そのままサンクチュアリーまで来てほしいにゃ。足、わお。来たにゃ。きっと、一体どういうことよ。実はさっき、ムンナを見かけたにゃ。え、あの行方不明の、それじゃあ生きてたの。グンナーに近づくと、また見つけて近づくと、まるで僕を何かに誘導してるかのようだったにゃ。それで今はどこにいるのよ。今はもうどこにもいないにゃ。でもグンナーが何をしたいのか僕には分かったにゃ。グンナーは何を伝えたかったの。あの世から来てキッドに何を伝えようとしてたの。あ、テケテケ 2.0 がもうそこまで来てる。大変、どうしよう。グンナーは僕に伝えたいんじゃないにゃ、テケテケ 2.0 に伝えたいんだにゃ。テケテケ 2.0、あれを見るにゃ。あれってもしかしてファウンデーションのジョーの足。きっとグンナーはテケテケ 2.0 への罪を償おうとしたんだにゃ。あの時何もできなかった自分が許せなかったんだにゃね。テケテケ 2.0 が合体して成仏していくわ。ありがとう、グンナー。なんとか成仏に成功したにゃ。めでたしめでたしにゃ。スローン博士が襲われればよかったのに、なんで私が狙われたのよ。ピンクマは災難だったにゃね。でもピンクマ、罪を憎んで人を憎まずにゃ。グンナーに免じて多めに見てほしいにゃ。わかったわよ。それじゃあゼロビルトでも一緒にやろっか。にゃ。うまく成仏できたようね。まさか私がクリエイティブのララクロフトのハブ、オラムミが作ったワントリガーのマップの裏に隠れてるなんて誰も想像してないわよね。最後の最後でグンナーも役に立ったみたいだし、さすが私の忠実なるワンちゃん。これで私の脅威はセブンやその他ルーパーだけになったわ。でもちょっと待って、さっき成仏したのがテケテケ 2.0 本体だとして、基地で爆発したのがテケテケ 2.0 の分身。分身はもう一人いるはずだけど。まあいいわ、きっと一緒に成仏したんでしょう。え？